ここからは Windows PC 専用のフリーゲーム押し色を遊びたいと思います。はい、どんな作品になってるのか簡単にご紹介したいと思います。本作はペンライトを振って悪霊と戦う新感覚 3D ホラーゲームです。プレイヤーは悪霊を払いながら施設内に貼られているバーチャルアイドルのイラストを消すことが目的となっています。アクションが苦手な方でも簡単に遊べちゃいます。はい、ということでね、この作品はですね、タダスメンさんの新作ゲームでパオンとかね、うん、やってきましたね。寿司とかそういろいろやってきたんですけれども、今回はちょっとホラーな感じですね。うん、今までのもちょっと怖い感じもありましたけど、確かに急に出てきたりとか。でもちょっとなんかアイドルなんかね、押し色ってね、オタクのペンライトのことだよ ね。ですよね。でメンバーカラーありますか？あ、私はね、ワグちゃんの時はオレンジだった。あ、じゃあオレンジが出てくるのか。オレンジ出てくるのかな。私はちなみに緑です。あ、緑なんだ。はい、なので自分のメンバーカラーの衣装を着ると大体後ろで消えるんで、あ、そっか、グリーンバックだと。そうです、そうです。だからアフェリア制服しか着れないっていう。あ、これ本当に消えるんですよ。でもさ、新衣装めっちゃ可愛いね。ピンクだったよね、みんな。そう、ピンクだからよかった。透けないね。広報活動にはかどりますね、あれは本当に。ねえ。はい、それでは早速遊んでみましょう。はい。わ、押し色。なんか、あ、なんかライブ会場みたいな。かな。やってみよう。あ、あ。はい。お、なんか広い。千葉レジェンドアリーナ。レジェンドアリーナ。風の音？これは。かな。なんだ、幕張メッセ的なところかな。ね。え、ちじゃなかった。なんか。千葉レジェンドアリーナの曰くについては、君も耳にしたことがあるだろう。ない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 。建設工事中に身元不明の人骨が大量に掘り出された。って話だ。当時の我々は現場へ祈祷師を派遣し実地調査を行った。結果、普通の隠れを確認こそしたが、その無害性からこれ以上介入の必要はなしと判断した。ファーストライブだ。実際、竣工から20数年の間、人に害をなす類の介入は確認されなかったからな。あ、そのはずだったんだが、状況がすごいですよ。いい反応。心臓が痛い。かわいい。これ緑だから。あ、メンバーカラー一緒。サオリンかな。あ、青の子。あ、消えた。あ、青と緑と青がいい。赤と緑と。あ、おお。びっくりした。なんで音が急に消えたの？なんで？すごい。このパネルの感じめっちゃ温泉娘感。確かに。これでもちなみに、あ、マッチョ、なんだこれ。ゲームオーバー。やば、マジか。はい、行きますか。もう行っちゃおう。いますね。あ、いる。あ、なんか、あ、すごい、額にサイリウムつけてる。基本裸ですね。ね、すごい。やっぱ筋肉隆々なのが、うん、八幡村スタイルの好きなのかな。いる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 。いる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 。これ何、見つかったらどうなっちゃうの？後ろ通っていいかな。行けるからバレてないから。あ、あ、やだ、あ、なんだ、逃げろ逃げろ。ここに入っていけばいいのかな。聞こえる。おとなしい自爆霊だったはずの奴らが突如目覚めた。説明助かる。受肉を求め人を食らう厄介としてな。厄介、こんなケースは聞いたことがない。厄介オタクってこと。ほとんどの人に突然に開催された厄介オタクの名が今回の騒動に関係があると俺は言われた。なんて言ったか、あれだ、バーチャルアイドルとかいうやつか。
今若い子の方が流行ってるの、うん、グループの名前は確かリジェネビーズ。電気つけっぱ、つけっぱ。スペース、ペンライト。おお。そう。これはつけて進めばいいのかな？あ、懐中電灯代わりにもなるんですね。うん、ペンライト。振る？右クリックで。お。違う。普通のクリックで。こちらに実際あのバーチャルタレント事務所リアクトに所属する VTuber の方が。声も担当されてるらしいです。なるほど、主題歌と。確かになんかこの剥がした後なんか言ってるな、うん、あーみたいな、うん、なんとかですって言った。なんだは出す。怖いな怖いな、ね、聞こえる、なんか聞こえる。いるのか。あ、いた、いる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 。あー、はい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 、ロマンス歌おうとしてるのこれ、おたげを歌おうとしてるみたいな。はい、歌ってる。あ、いなくなった。すごい、ペンライト強。ペンライト強いね。厄介オタが逃げていきましたね。逃げていった。会場内出禁です。うん、出禁になりましたか。じゃあ、あ、緑緑緑緑で振ればいいってことかな。香りのやかいオタクが香りのオタクを。私のオタクはみんないいやつですよ。おお、なんか倒れ方もちょっとね、すごい。次は青が来るかな。次は青ですね、これは絶対。あ、でもあるんで、この絵を消していきましょう。このキャラクターのメンバーカラーのサイリウムで消さないとダメってことですね。え、なんかいた。え、青ってユミチ？青ユミチです。じゃあこれはユミチのオタクだ。ユミの厄介オタクです。本当に。え、かなちゃんは？黄色です。あ、黄色か。はい、はあ、ユミの厄介オタクが敵になりました。ユミチの厄介オタクを。あ、あ、いた。タオリン助けるよ。あ、うん、目標が見つからないときはペンライトをしまってみましょう。光と音が導いてくれる。あ、なんか、あ、なんか光ってる。あ、あの扉の中。あの扉の中かな。なんか出てこないかな。大丈夫かな。あ、よかった。いた。ユミチ。あ、終わった。今若い子の名前で流行ってるの。グループの名前は確かリー。そしてこの顔である。あ、なんかいっぱいいる。すごい。よく知らんな。そのリジェなんとかっていう連中が何か何かが引き金になった可能性が高い。現場だが表向きは改造工事。このアイドルたちが引き金になったってことです。やっぱ厄介オタなんじゃないですか。異常事態の原因を止めてくれ。可能なら3つの部屋があるんで、赤、緑、青と。もちろん追加報酬の用意はあるかな。期待しているよ。ゆのか、連城ゆのかさん。ゆのか、連城ゆのか、里森みつな、みとうるびねちゃん、いい、入ります。お邪魔します。お、あ、怖っ。急に出てくるとかはないんだよ。よかった。なんか光ってる。なんか。ユノカって書いてある。あ、いたユノカ。ユノカ、今助けるぞ。ユノカ。ユノカオタの。なんか聞こえる？あ、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 こう、こうね、つけるタイプ。あ、倒れた。手首につけるタイプのやつだった。ね、リングライトだった。リングライトのオタクだった。肩凝ってきた。一度倒したお化けは自分がやられるまで復活しません。お、じゃあやられたらやり直しなんだね。マジかよ。
ここは行き止まりか。あ、違う、赤だ、赤だ。あ、緑、押し変、押し変する、秒で押し変した。びっくりさ。アフィリアはちょっと赤色いないんで、あ、そうか、別のグループですね。なんか聞こえる、ね、なんか聞こえる、何、なんの、ね、あかん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 、どこにいるんだろう。客席、客席どこから行けるんだろう。あ、そういうことか、こういうことか。空いてるところ、あ、ここが空いてる。おしへんすんの、あんたもおしへんすんの、それ。グループ内おしへんダメだからね、本当に。赤一本だった、単押しだった、単押しでした。あ、怖い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 。間違えちゃダメなんだ。うわ、単押し、単押し行き過ぎてる感じですね。なるほど。じゃあちゃんと色をチェックしてからゆっくり。赤、赤、光り輝けサイリウム、悲しみに緑、さよなら、グッバイ。やっぱこうやってるんですか。本当だ、本当にしたいわ。なるほど、確かにライフ減ってましたよね。これ客席に降りると、うん、あ、赤で、あ、そうだ、赤ので、赤の楽しが来るから、やっぱこの人は推し変しない、うんうん、いいオタクじゃん、いいオタクだ。で、ここから出てくるんだよね、うん、こんにちは。あれ、出てこないな。あれ、この列じゃなかった。あ、見た、青、赤、緑、あれ、おー、いけた。どういう体勢でオタクしてんの。っていうか、あ、そっか、消したら導かれるんだ。あ、あそこだ。なんか動いてません？気のせいか、違いました。あ、お、あ、あ、ここにもいた。なんか聞こえる、うん、なんか聞こえるね、なんか聞こえる。おしめんって聞こえる。 あ、緑、いる、たおしだ、ありがとう、香りのオタク。どこだ、どこだ、あ、あ、よし、あ、これでもヒント出るのいいですね。ヒントってこう導いてくれるの、うん、さっきオタクがいたところ、ここだ、ここだ、あ、あ、本当だ、赤だ。で、上ですか、ね、向こう側かな、上っぽいな。またそろそろ出てきそう、どうだろう、出てきそう、絶対出てる。あ、あ、こんな遠くからは無理か。本当だ、怖い。届かない。あ、聞こえる。あ、いる。あっちだよね。あ、え、なに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 な
一個だったのに。くそー。まだ最初からか。くそー。くそー。あー、そうだそうだ。二人これでさあ、やばいやばい。悲しみに。はいはいはい。さよなら。はいはい。溢れる思いを。あぶねー。青から赤で押し変してたぞ。でまずは赤だけど青だよね。青で次赤の単押しが、うん、確か赤の単押しがここからあれ嘘でしょ。押し変したこの短時間にあんた何があったの。さよなら。覚えればいいと思ったのに。すごいなユミ。ユミちオタク増やしてんじゃないよ。あー押し変した。まさかの押し変。これあこっから出てくるんだ。もう上から出てる人は攻撃してこないね。攻撃はしてこなそうだね、うん。赤え楽しになってる。楽しになってるこいつが、変わるんだみんな。変わるんだ ね, ね。で途中で弓押しになる。早く倒せば押し変しない。押し変しないかな。なるほどね。でしばらくいない。あ、早い。ミーハーすごい。あ、間違えた。BB BB。やばいやばい。うう、大変だ。意外とむずいね。でもあの上から釣ってくる釣ってる人は攻撃してこないから。そうだね。ちゃんと落ち着いてやった方がいいね。あ、やば。落ちて。あ、やばいやばい。押し返された。DD が強い。すごい寄ってくる。DD は無敵。やっぱ DD はアイドルが好きだ。赤、赤、左、青、赤、赤、はい、次緑がいるからで落ちて。多分最初は赤。はい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 。おいしょ、おしんしなかった。赤のままでいてくれ。頼む。頼んだ。あ、押し変しましたね。あ、でも引っかかってるぞ。引っかかってる。いいぞ、無敵地帯見つけた。やったー。押し変するからそうなるんだよ。かわいいかわいい。あ、でこっから落ちてくる人には落ち着いて対処して。落ち着いて対処。大丈夫だよって。いつも来てくれてありがとう。いつも来てくれてありがとう。今日は手首にサイリウム巻いてくれてるんだね。今日すごいおたげめっちゃめっちゃ輝いてたよ。なんでうちらより汗かいてんの。接近イベントだ。あ、あ、あ、そうだ、あそこにある。素敵です。素敵です。で、ここにも一体いたよね。赤だ。あー楽しい。あー押し返した。よし。よしよしよし。でここ曲がったところに赤ですね。で？で。うわー。あ青だ。青を助けて。で登って。誰か出てきたよね確か、うん。あ、まずでも緑であれを消して。そっか緑の後だ。緑の助けた後に出てきたのか。あ、もう来てる。え、嘘。なんか声がしましたよ。もうどっちから来たんだあいつ。
でもこっちここら辺にいるのかな。あれだ、右の赤だ。赤なのか違うかも。上にいるのかな。梅気分。どこから出てきたんだろう。あ、青だ。光輝け彩雲の悲しみ。光かってる。光かってる。さよなら。どうしたの。やったー。だあと一個だ。あ、なんかなんかなんか来るかな。なんかこうなんかうわーってなってません。ああそういうことか。なんかチャクラが練られてるのかと思ってめっちゃピクピクしちゃった。来ないで。絶対上から来ますよこれ。え、聞こえる。あ、え、なぜ死ん、え、ん、あ、いけた。え、待って、上でなんかやってる。なんかやってる。でもなんかいけたかも。夜にサイリウム振ってる動画をツイッターに上げるタイプのオタクかもしれない。でもいけたっぽい。ああ。じゃあ次は。じゃあ緑？このゴウモリ。ゴウモリミツナちゃん。すごい反射してる。本当だ。あれ見て練習してんのかなおたけ。かな。鏡で練習してるのかも。あ、びっくりした。もう聞こえる。ミツナ。狭っ。あ、来た。すごい聞こえる。すっごい聞こえるね。いやでもわかんないな。めっちゃ変わる、めっちゃ変わる。できなかった。溢れる思いを。俺の推し面はユミチーじゃーって感じですよね。いやマジか、怖いな。オタク怖い、恐ろしいです。早い早い早い、お尻しないで。お願い、お願い、ありがとう、ありがとう、ありがとう。まだ聞こえる。何なの、なんかもうって言ってるよね。声出し禁止だけど今。入っていいのかな。あ、でも違いますね。さっきのもう一個の、もう一個の側か。あ、上に、あ、上にいた。こっちか。の右の奥。真っ暗やないかい。どっちから来るかな。どっちだろう。あ、いる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 。弓押しです。あ、香り押しになりました。ごめんなさい。あ、弓です、やっぱ。弓香り押しでした。さよなら。結構います。ありがとうございます。よしよしよし。結構よ。そんな。やっぱなんかあのコンビ押しみたいな。それはいいね。あ、あ、いたいた。よしよしよし。ここは行ける。ここは。あ、トンネルか。トンネルみたいな。あ、聞こえる。絶対来る。誰押し？誰だ。誰だ誰だ。上。あ、緑か。なんか喋ってません？ね、なんか喋ってる。香りって言ってる？え、香りに聞こえるんだけど。怖いな、夢に出てきそう。あ、え、香りって言ってない？ソロの時みたいな。まだ届かないですね。右から来そう。本当だ、右がなんか空いてるよ。空いてますよね。いるわ。遠くにいる。いるけど先にあの先に絵を消しましょうか。ここも降りていけそうですね。ね。
あ、でも行き止まりだ。うん、行き止まりだ。じゃあさっきのところ緑がいたんでね。なんか見たいよ、見たいよ。あ、鏡だったわ。話し上がってる。なんか乗り方めっちゃ移動すごいんだけど、めっちゃステップ踏む。通して。まあ、なんだここ何 PA 宅この…え、あ、違う、なんだこれ、なんなんだろうね。あ、まだ4つ見つかってない。どこだ、どこ。なんかすごいステップ。あ、最後押し変した。ふぅ、行き止まりそうだから。あ、ありますね、右に。あ、本当だ。こっちはないね。なんだ。全然なんか、あ、香りのお宅いた。こい。あー、押せへん。やばい。けど、うん、オタクって思ったらね、なんか可愛く見えてきた。オタゲしてるのが、うん、本当にちゃんとなんか、ね、なんかこういう感じになったよね。オタクのムーブしてた。そう、あれは本当にやっぱ厄介オタのお料理したね、うん、楽しかったです。面白い。すごい、でも面白かった、うん、はい。ということで最後にタイトル情報です、はい、本日プレイしました推し色は制作者ただすめんしのサイト、クソイサイトからダウンロードして遊べます。基本無料で、対応プラットフォームは Windows PC です。気になった方、うん、ぜひチェックしてください。はい、はい、ということでここまでは推し色をご紹介しました。